いや、マジか。いや、マジか、これ。マジかよ。ちょっとごめんなさい。これ、緊急で今、動画に付け足しております。情報を。もう今日出す動画はもうすでに完成していたんですけども、ちょっと緊急で情報が入ってきましたので、緊急で、俺緊急って今何回言ってる？ね。デスストランディングの新作、作られてます！作られてます！来たぞこれ！これですね、ノーマン・リーダスさんが、デスストランディング主演のリーダスさんですね、リーダスさん。リーダスさんが、インタビューを受けた際に、まあデスストランディングの話になった時に、ポロッと言っちゃったみたいな感じになってて、海外でもね、ツイッターとかでめちゃめちゃ話題になっております。まあ、どんな話が展開されてたかっていうと、まあ、全部言っちゃうとあれなんだけど、デスストランディングなんかモーションキャプチャーとかいろんなことやって2、3年かかったと思うんだよね。とっても大変な作業だったわ。で、まあ、デスストランディングはね、いろんな賞、アワードに受賞されて、大きな話題となったので、ちょうどね、第2弾始めたところだよって言っちゃってんの。言っちゃっていいんすか？ちょ、リーダスさん、それいいんすかね、それね。しかも自分から言っちゃってるのでね。まあ、ちょうど第2弾を始めたところです。デススト2制作決定ということでありがとうございます。これね、ノーマン・リーダスさんが言ったのは、これ、例えばその、ポロって間違って言っちゃったのか、あるいは、ちょっとここであえて話題にするためにリーダスさん喋っとこうぜみたいな感じの戦略なのかはわかりません。ね。ちょうど今始めたところっていうことであれば、まだまだ完成しなさそうな気はするんだけれども、このタイミングでなんか前情報を少し出してきてるっていうことは、6月のサマーゲームフェストでなんか小島プロダクションからなんかちょっと情報出す可能性もあるかなっていう、まあ、可能性、まだ作りたてで全然進んでない可能性もあるし、まあ、6月のね、そのイベントで、なんかちょっと出してくる両方の可能性が考えられるかもしれないな、なんて言ったところです。デスストランディング、ほんとね、素晴らしいゲームだったからね。俺、かなり記憶に残ってるゲームですからね。楽しみです。というわけでね、緊急の情報を付け出させていただきました。今日の本来の動画はここからです。ここからの情報もいろいろ気になるの。めじろ押し！よろしくお願いします。6月に、ファイナルファンタジー7の大きな情報、来るかもしれませんよ。来るかもしれませんよ。ファイナルファンタジー7の大きな情報って言ったら皆さん何を想像します？ファイナルファンタジー7リメイクですかね。そうであるかもしれないし、そうでないかもしれない。一体何の話なんですかっていうところですけれども。先日ですね、ファイナルファンタジー7のバトロワゲーム、ファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーっていうゲームの公式生放送が行われておりました。野村哲也さんもね、出演されておりまして、まあ、こうなってくるとね、ファイナルファンタジー7リメイク続編の、なんか情報とかちょっと気になっちゃうわけじゃないですか。だからもちろんそんな名言はないんですけれども、哲也さんね、哲也さんって言っちゃった。バカチンガード、そっちの哲也さんに関しては、野村さんはですね、こんなことを放送内で言っておりまして、来月、7の25周年に関する情報を出す予定です。っていう風になら言ってもいいかな。みたいなことを言ってました。これ何の話かっていうとですね、FF7 ファーストソルジャーの大会があるらしいんですよね、大会が。その大会の情報を6月に7のいろんな情報を出すときにまとめて出すよっていうことらしいんですよね。うわ、これ来たわ、これ。ファイナルファンタジー7 25周年における情報って言ったら何がありますか？エヴァークライシスか。いや、そうだよね。いや、分かってますよ。ファイナルファンタジー7リメイクの続編の話が来るか来ないかで言われると、すこぶる来なさそうな気はしてますね。だってほら考えてみて、今年はファイナルファンタジー7のエヴァークライシスが控えてるんですよ。まあそれもスマホのゲームですよ。そちらの方の情報がまだほとんど出てないって考えたら、まあそっちの情報がね、出て、まあ夏頃に配信ですよとか秋頃に配信しますよみたいな話になりそうな感じの予感もしてますし、なんならまだファイナルファンタジー16の情報も出てないんですよ。これ16の情報と7リメイクの続編の情報を一気にね、近いタイミングでバーンって出すかって言われたら考えられないので、まあおそらくファイナルファンタジー7リメイクの続報は、まあ望み薄かなとは思いつつも、まあでも結構ね、哲也さんね、どこまで言うみたいな話し合いをしてたみたいなんで、なんかちょっとこう、溜めてる情報ありそうだなっていう気はしてはいます。6月ね、でもね、正直すっげーいろんな発表あると思いますよ。サマーゲームフェストもね、ジェフ・キーさん曰く、発信できるゲームプレイの量にすごく満足しているみたいなことツイッターでおっしゃってました。で、その中で、いくつかには本当に素晴らしいゲームプレイのシーケンスがありますというようなことを言っておりますので、まあ、今年 E3 がない分、そのサマーゲームフェストのタイミングに合わせて結構いろんな情報ががっつり出てきそうかなという気がします。まあもちろん、ゴッド・オブ・オー・ラグナルクなんかは出てきそうな気がしますし、ラスト・オ
ブアスのリメイクの話題も今週すごい話題になってたんですよ。なんかね、ゲームメディアやゲームのことを発信してる人たちが一斉にラストオブアスのリメイクがもうかなり完成に近づいていて、今年の後半には発売されるだろうみたいなことをね、いろんなゲームメディア、いろんな人が、海外の人たちなんだけど、一斉につぶやいてて、うわこれなんかあるぞこれってちょっとねざわついちゃったもんね、俺一人で。まあもちろん公式からの発表はまだなく、まあ噂段階のざわつきではあったんですけれども、これなんかちょっと仕掛けてきてるような気はしますよね。まあ6月のねゲーム発表会ラッシュが非常に楽しみですね。ちょっと待って、ファイナルファンタジー16いつ、ね、もう春は終わりましたよね。春終わったでいいよね。春頃発表、そろそろ来てください。ファイナルファンタジーといえばね、それこそファイナルファンタジー15の世界累計販売本数が1000万本を突破したという話題が先日入っておりました。 FF15 は皆さんご存知の通り結構ね、難癖のついてしまったゲームとなっておりますが、それこそ発売当日に500万本売り上げて、それから3ヶ月後に700万本まで到達、その後はちょっと鈍化するもじわりじわりと売り上げを上げて1000万本ですよ。いやこれね、こういう話聞いたら、いやそれはねセールとかやりまくってるからでしょって思うかもしれませんけど、売れないゲームはセールやったってこんなに売れないんですよ。やっぱりファイナルファンタジーは伊達じゃないっていうことですよね。いやなんかね、私個人的に思うのはね、あのタイミングってね、ゲームをけなす文化みたいなのがね、特にネット上では強すぎるタイミングだったなっていう気がしておりまして、まあゲームをこき下ろす文化っていうのはネットではまだまだ続いてるような気はするんですけど、でもだいぶ今ちょっと毛色変わってきたなって思ってますけれどもね。まあこの辺のお話はちょっとね、今度ね、別の動画でね、なんかお話ししようかなと思ってたタイミングなんで、その辺の話はちょっともったいないんで、ここではしません。というわけでね、改めまして、どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。もうだいぶ動画進んじゃってるわけなんですけれどもね、冒頭のトークがね、長く続きすぎだよねっていう話なんですけど、今日の動画なんですが、ここ1週間ぐらいのゲームのニュースや話題で気になったものをバババッと振り返ってみるっていう、そんな動画となっております。まあ1週間もあるとゲームだけの話題で面白い話題や楽しい話題がすごくたくさんあったりしますので、皆さんぜひね1週間の振り返り動画としてご活用ください。いやそれにしてもですね、先週 PS5 のね日本国内での販売台数ね、ちょっと少なすぎませんか？ね、じゃあびっくりするほど少なくて、こんな感じになっておりましてね、もう3000台もいかないんですよ。ちょっと待ってよ、ソニーさんって話ですよね。それこそね、2022年度は、ソニーさんの決算の話の内容からいくと、1800万台の PS5 の販売を見込んでいると。1800万台作ってもまだ需要には応えきれてないだろうっていうようなことは言ってたんですけれども、今のところそんなにたくさん作れるのかっていうその懸念は払拭できていないですよね。まあゴールデンウィークのタイミングは多少多かったみたいなんですけれども、ここに来て日本に来てる数がめちゃめちゃ少なくなってますんでね。まあもちろん半導体不足がいきなり解消されるわけではないと思いますので、2022年度って言っても後半から徐々に加速していくんだろうなっていうのはなんとなくこう想像はつくんですけれども、まあにしてもまあもうちょっと頑張ってほしいかなっていう気はねどうしても出てしまいますけれどもね。なんかね、海外のゲームの発信してる人たちのツイッター見たらね、なんかそう、ホライゾンフォービルウエストと PS5 のセットになった本体の販売みたいなのが近々あるっぽいみたいな写真出てて、えと思って、これ本物なのごめんね、俺もこれが本物なのか、偽物なのか、まあ、ジョークなのか何なのか、見分けがついてない次第でございますけれどもね。まあ、こういうのがある、こういう方が転売されにくいような気はするよね。いやだってこれゲームソフトいらない人だったらこれを転売から買おうっていう人少なくなるわけだからニーズは減るわけですよね。こういう販売方法の方がひょっとしたら転売対策に、まあ、なるのかならないのか分かりませんし、まあ、転売でそもそもどれぐらい引っ張っていかれてるのかっていうのもね明確ではないので何とも言えないところではありますけれどもね。まあ、ホライゾンセットのね PS5 が販売されるのであれば、ぜひ日本の方にもちょっとガガガッとガッガッガッって多めに回してほしいな思う次第でございます。では続きましての話題です。 PS プラスの新サービスでプレミアムプランに加入するとクラシックなゲームタイトル、初代プレイステーションや PS2、PS3 といったクラシックなゲームのタイトルが遊べるようになるっていうのは過去に何度も動画でお話ししてはいるんですけれども、それらのゲームにですねトロフィー機能が対応する可能性が非常に高くなっているようです。
デイズゴーンなどを作ったベンドスタジオっていうゲームスタジオが PS プラスのクラシックタイトルとしてサイフォンフィルターっていうゲームを配信するんですけど、そのゲームがトロフィーシステムに対応するっていうことを発表しているみたいなんですよね。まあ、他の配信されるゲームソフトたち全てのゲームがトロフィーに対応するかどうかはちょっとわからないんですけれども、ソニーインタラクティブエンターテインメントは以前にですね、エミュレーションで動作するゲームにトロフィーを付与する特許を取得しているんですよね。なのでクラシックタイトルにトロフィーをつけるっていう事前準備はすでに整っておりますので、あとは配信するメーカー次第になってくるかもしれませんね。いや、ファーストパーティータイトルに関してはトロフィー用意してくる可能性の方が非常に高くなるかもしれません。私はトロフィーとかはほとんど気にせずゲームを遊んでるんですけれども、でもプレイステーションでゲームを遊んでる人たちの中にはトロフィーを気にして意識しながらプレイしてる人も非常に多いのは私も存じ上げております。これ嬉しい人にとってはかなり嬉しい機能かもしれませんよね。ゲーム機の話題をしたので、このままゲームハードの話題ちょっとつなげていきましょうか。任天堂スイッチの任天堂の話題です。どうやらですね、スイッチの後に出すゲーム機を大きな課題だと捉えているようですっていう記事が海外のゲームメディアで出されておりました。ご存知の通り任天堂も先日ね、決算説明会ありまして、その中の質疑応答でこんな質問が来ました。新しいハードウェアの発売が決まった場合、スイッチからのスムーズな移行についてどのように考えておりますか、みたいなことが質問があったみたいで、まあ、もちろんですね、まあ、スイッチの次のゲームハード発表自体まだしていないので明確な回答っていうのはなかったんですけれども、このように答えておりました。将来新しいハードウェアを発売するときにスムーズな世代交代ができるかという点は、過去の Wii や Nintendo DS をはじめとするハードウェアの世代交代の経験を振り返っても当社の課題の一つであると認識しています、というふうに回答しておりました。海外のゲームメディアによりますと、Wii や Nintendo DS といった大成功した次に出したゲームハードっていずれも苦戦していると。 Wii U や Nintendo 3DS といったゲーム機ですね、失敗の大きな要因はひょっとしたら前の世代と類似したゲームハードで消費者に違いがあまり伝わっていなかったのではなかろうか、というふうに仮説を立てておりました。まあ Wii と Wii U ってだいぶ違うような気はするんですけれどもね。まあでも確かに消費者にとって大きな違いを感じなければ新しいゲームハードに乗り換える必要性って感じないわけですからね。もし Nintendo Switch の次のゲームハードを出すときに Switch と同じようなゲーム機のあり方で性能だけ高くしたっていうんであれば二の鉄を踏んでしまう、なんていうようなことが記事になっておりましたけれども、まあ確かにね、スイッチプロっていうネーミングでたびたび話題になってましたよね。その任天堂スイッチで 4K が出力できて CPU とかもパワーアップしててみたいな、そういうのは、まあ、任天堂も同じように似たようなゲームハード出すと失敗するよねっていうところに着目してるのであれば、スイッチプロみたいなネーミングでたびたび噂になっているスイッチのパワーアップ版みたいな形で新ハードっていう風にはしてこない可能性が高いかもしれませんよね。まあ新しい全く違った視点のユーザーに一目で新しく違うと分かるものが何かあるようなゲーム機を出してくる可能性はあるかもしれませんよね。ウィッチャー3ワイルドハント次世代基盤は2022年の第4四半期の発売を予定されているというふうに発表されました。ほんまに大丈夫？延期すんちゃうの？大丈夫ですか？ウィッチャー3ワイルドハントはですね、先日ですね、発売してからちょうど7年をですね、迎えまして、もう7年も経ってるんだ。ね、あと3年したら10年なんだね。7年前でもものすごいゲームだったんだけれどもね、新しく次世代基盤になることで、レイトレーシングや高速ロードなどにも対応してくるということだそうなので、まあ、今まで遊んでこなかった人も、まあ、次世代機で改めてちょっと触ってみるっていうのもいいでしょうし、もうすでにたっぷり遊んだっていう方も、まあ、かなりそのグラフィックなどがリッチにまたさらに生まれ変わってくるわけですから、もう一回遊んでもいいのかなとかっていう、そういう話でもあってきますよね。まあ、非常にボリューミーなゲームでもありますからね、遊びたいゲームがないなって思ってるタイミングなんかには非常にいいんじゃないでしょうか。さあでは続きましての話題です。Apex Legends のスマホ版Apex Legends Mobile がとうとう配信されちゃいましたね。
まあ、エーペックスレジェンズはですね、もう世界中で1億人以上のプレイヤーがいる大人気ゲームとなっております。それのモバイル版が来たということはですね、まあ、さらなる人気がね、加速してしまうかもしれませんね。みんな遊んでる？エーペックスモバイル。ね。いや、遊んでる人の方が多いか。だってあんだけ人気のゲームだもんね。それやってる人の方が多いよねっていう話かもしれませんけどね。どう？品質とかはどうなの？まあ、もちろんモバイル版なんで、まあ、いろいろあるとは思いますけれどもね。感想を教えてください。あ、そうそう、ゲームの品質の話といえば、ゲームの品質があまりにも低すぎて、ある意味逆に話題になったゲームありましたよね。ファイナルソード。まさかの PS5 版が配信されております。なんか違いあるのかな？今までのやつと。ね。いや、違いあったとしても、もう遊ばないよ。やばい、過去に遊んでますけれども。俺、スイッチ版だっけ？スイッチ版で購入して遊んでたんだと思いますけれども。まあ、狙ってああいう風に作ったのか、頑張った結果、ああなっちゃったのか。まあでも、話題になったもん勝ちっていうところはある意味あるかもしれませんけれどもね。いや、なんかでもね、あれはあれでね、ある意味、まあ、古き良き RPG なんじゃないかなって感じはしちゃうんですけれどもね。発売される時代が、あと15年ぐらい早かったら、まあまあいい RPG としてね、なんか名を馳せていたような気がしなくもないかなと思うんですけれども、いや、あれ狙ってああいう風にしたのかな？考えたらすごい気になってきちゃったね。なんかね。もしファイナルソードの開発者の方いたらぜひコメントを待ってます。では続きまして最後の話題です。聖剣伝説などを開発した方々による新しい JRPG が登場します。ゲームタイトルはまだ発表されておらず、プロジェクトトリトリとして発表されておりまして、5月26日にいろいろ発表されるみたいです。あ、でもね、関わってる方々はね、ザ・ JRPG みたいなゲームの代表的な作品を作ってる方ばかりで、結構なんか良さげに感じちゃいます。ね、この感じのさ、RPG ですってなったら、スマホでしょみたいな感じの雰囲気あるかもしれませんけど、ちゃんとコンソール系のゲームなんですよね。この RPG のゲームタイトルを予測してくださいみたいな感じで出てますけど、聖剣伝説って書いてそうな雰囲気のなんか文字なんですけれども、まあ、スクエアエニックスから発売されるってわけじゃなければそうなるわけじゃないと思うので、あと2文字目からも聖剣伝説ではなさそうな雰囲気があるので、まあ、何なのか。トライアングル、トリニティ、なんちゃら、みたいな。そんな感じかな。詳細が発表されて、まあ、面白そうだったらまた動画にしてみたいかなと思います。さあ、というわけで一週間の話題だなっと振り返ってみました。ファイナルファンタジー16の発表はいつですか？スクエニさん。俺、これ毎週言ってる、俺。毎週言ってる。6月まで来ないかな。ちょっともう俺、干からびちゃいそうなんで、スクエニさん、もしこの動画見てたら、こっそりちょっと俺に、メールちょうだい。メール。こっそり。ね。こんなんなってるよ。こっそり。こっそり。メールが来たら来たで、リーク情報とか言って動画出させていただきます。よろしくお願いします。というわけで今日の動画はここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。